お世話になっております。農林水産省の黄昏松岡です。はい、世界の小沢ことセカオゾです。お願いします。お願いします。バズマフ。はい、ということで今回始まりましたバズマフブートキャンプナンバー3後編ですね。なんでナンバーまで英語なのに3にいきなり日本語になる前回がですね、松岡さんを共感になってもらい、はい、ギャップというものをラップに乗せて皆様にご紹介しようという企画で、前回僕がラップを作りきれずに今回後編で披露したいと思います。はい、ギャップって、はい、まあ、なんかそういう政策みたいなのがあるってことですよね。はい、ギャップというのはですね、農作物を作る際に適正な手順を守り、あと物の管理とかも行って持続可能性を確保する取り組みですね。はい、でそれをラップに乗せて、説明したいと思います。紛らわしいですね。はい、前半の時にコメントを何個もいただきましたので毎回恒例のコメント返しをしていきたいと思います。はい、それではまずですね、スプリングルール大丸さんからですね、はい、頑張れセカオザさん、下手でもハートがあれば大丈夫ということで、今日はもうハートをねガンガンぶつけていきたいと思います。あとは笑顔ってやっぱり素敵ですねということで、やっぱり僕笑顔が特徴的なのかな自分で言うことではないです。すごい頑張って練習してきた、はい、超レベルの高いラップというのを聞かせていただきたいなと思います。はいはい、お願いします。はい、俺はセカオザ、まだまだ未熟29、ギャップのこと言いたい、みんな聞いてよ、ギャップ目指すぜ、食品安全環境守るぜ、満点、みんなが安心、労働安全作業のチェックやってる完全、ふー、ありがとうございました。なるほどなるほど、はいはいはい、なるほど、はい、まず、はい、あの最後まで作り上げたってことが素晴らしい。はい、はいで、なんかすごいなんか CM 感ありますね。CM 感ラップっていうよりはラップじゃないですか、ちょっと CM ちょっと皆さんあの印象というかコメントあったら、はい、ぜひお願いします。感想欲しいです。あとはやっぱり、はい、ラップといえどその歌詞の中身で何を PR したいかみたいなのが伝わるってことを重視してるんですけど、あ、まあちょっと情報量が少なかったかなっていうところで、ちょっと俺一回やってみていいですか。俺はセカオザ、まだまだ未熟29、みんな聞いてよ、環境守るぜ満点、てか練習聞いてました。いやいやいや、すごっ、やっぱセンスあるんで。もうちょっとこう、はい、中身補足とかあればぜひギャップのことについて。はい、はい、この取り組みは、はい、今までのやってることをもう一度見直して改善していくっていうのをやってる取り組みなんですよ。はい、例えばですけど蛍光灯が割れちゃった、はい、じゃあその蛍光灯を変えて終わりかっていうと、その時になんで割れちゃったのか、それがもし食べ物に入ったら大変じゃないかとか、はいはいはい、いろいろ考えた上で保護カバーをつけるとか割れにくいものに変えるとか、そういった改善する取り組みなんですよね、具体的に言うと。他にもその記録を残したりだとか、まあ、当たり前のことといえば当たり前のことなんですけど、そういったことをどん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 積み重ねていくことによって、あの安心安全な、食べ物を消費者の方に提供するっていう取り組みですね。で、ただこの取り組み結構消費者の方に周知がまだまだなのかなって、調べていくうちに、あ、こういう取り組みがあるから国産食材安心安全に食べれるっていうところにつながっていくのかなと思いました。まあ、それで買ったら、はい、そういうギャップにちゃんと取り組んでる企業さんを応援することにつながって、はい、まあ、それが、ね、農業の日本の農業の発展にもつながる、うんうんうん、あとギャップの認証を取るっていうのもあるんですけど、はい、別に認証を取らなくてもギャップに取り組むっていうところもあるので、あ、そうですね、ギャップ認証取ってないけどギャップに取り組んでますみたいなところもあるんですよね。補足です。はい、でまだまだちょっと全然伝えきれてないんですけど、そうですね、これ俺の本音っすね、本音、はい、本音はやっぱカメラの前の人たちに向かってこう本当に伝えたいことを喋りで伝えられるようになれたら、はい、絶対これ世界に行けるんじゃないかと僕は思います。あとはもうこれから一から調べて少しでも分かりやすく伝えていければなと思
思います。なんか声ちっちゃくなりますねいや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 、ありがとうございます。いや、めっちゃ応援してます本当に。ありがとうございます本当に。すごいんで、はい、やる気だけはハートだけは、はい、失礼します。今ちょっとよろしいですか。はあ。松岡さんとラップを取ったんですけども。ああ、ギャップのやつ。はい。はいはいはい。こちらご覧いただきました。見ました見ました。はい、見ました見ました。どうでしたか。いやー、なんつうかね、はい、すごかったね。あ、ありがとうございます。はい、やっぱり、入りのボイパ、はい、あの重低音。今撮っていただいたやつなんですけどはい、はい、何ですか。そんなに僕の動画で良かったんですかね、ラップ。いや、僕は、はい、多分あの幻を見てたのかなと僕の中でのセカオザって、はい、多分そういうラップをやってくれるんじゃないかなっていうので。ってことはじゃあもうこれで一応ブートキャンプの方は終了ということですかね、今回で一応。はい、ブートキャンプ、はい、まだまだ続きますけど。ただですね、はい、そのセカオザさんには、はい、まあ、せっかくあんだけのブートキャンプやっていただいたんで、はい、ちょっとですね、次はバズマフでセカオザの個人チャンネルをやっていただきたいなと。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。いやー、ラップよかったよ。ありがとうございます。びっくりしちゃったな。もうこれからもよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。